どうも、コマでーす。ゲーム起動してみたんですけど、タイトル画面がめっちゃ簡素。なんもないやん。じゃあスタートゲームでいいんですか？初見プレイです。やっていきましょう。タイトルは、ラブラブスクールデイズ。お。難易度セレクトか。それはもうハードでしょう。一応、ローグライクゲームらしいんやけど、全然どんなゲームかはわかりませんということで、3D ゲームらしいね、どうやら。アイスピープエル。ちょっと待って。日本語じゃないの？そんなバカな。これね。ジャパニーズ。ジャパニーズはじゃあ日本語にしてくれよ。いや、だいぶ出花くじかれたな。難しいでお願いします。よいしょっと。あー、眠た。よく寝た。目が覚めたし、ゲームの次でもやるとするか。コントローラー対応していいな。マウスやるしかないか。確か、クリア直前でセーブしてたから、あとは告白されるのを待つだけだな。恋愛ゲームかな。まずはパソコンにブレインリンクをセットしないとな。3D ゲームか。はいはい。オーケー。チラーズアートスタイルね。ああ、早いな、マウスと感度。ここは日本語にしてくれへんねんな。はい、やっていきましょう。うわ、いい部屋住んでんな、こいつ。俺プロゲーマーです、みたいな部屋しやがって。プロゲーマーこんな部屋知らんけどさ。デュアルディスプレイや。モニター2つありますよ。ただ画面小さくね。こんなもんか？僕の使ってる画面の方がでかいわ。さあ、スマホもあって、なんかキーボードも小さい気するし、これでゲームしにくいやろ。ね、うわ、左手側にティッシュ箱ありますよ、皆さん。こうティッシュを何に使うんですかね？じゃあ、ゴム箱用意した方がいいんじゃないですか？主人公さんよ。気持ち悪い。なんかゲームやってる？やっぱゲーム好きなんかな？ブラッディーダーク。ソウルライクゲームっぽい。田中の大爆発。なんて、なんかそのゲームあったよね。鈴木爆発みたいなゲームあったよね、昔。絶対それのパロやんね。おいおいおい、なんか。これは、周回要素的な感じかな。ローライクゲームか、多分何周回するゲームだと思うねんな。あ、これ、今作のタイトルや、ラブラブゲームやったっけ？ラブラブスクールデイズや。今多分このラブラブスクールデイズやってるんじゃない？主人公。告白直前やってさっき言ってたもんね。部屋は出れへんかな。ゲーム内ゲームの話なんかな。プレインリンク、これとりあえずやってみるか。よし。ブレインリンクをセットする。よし。準備完了。あとはゲームディスクをセットしないとな。はい。ゲームディスクは常にセットしといてよ。今やってるゲームを常にセットしとくのは、これさ、もしかして他のゲームできる？あ、ミスった。もうこれしかできん。これしか持てへん。超田中大爆発したかった。田中大爆発したかったよ。うわ、スッと始まるね。ラブラブスクールデイズ。ボス直前とか言ったからロードゲーム？卒業式。悩みどころ。ニューゲームかロードゲームどっちからする？ロードゲームで。このデータの続きから始めますか？はい、はい。最終日。あ、ラスボス直前っていうかあれか。告白直前言ってたね。よし。あとは告白されるのを待つだけだな。ヒロインのエミリちゃんのハートを射止めることはできただろうか。ああ、ここも 3D。ノベルゲームじゃないんや。やるやん。ドキドキスクールデイズやるやん。ちょっと待って、こうなるとさ。うわー、すげえ。オプション画面のデザインも変わってる。ゲーコマー。こうなるとちょっと待って、初めから始めるも試したくなるよね。いや、このままスキルか。一回、このままスキルを一回もやりたいようやろうゲームやねんからさ。で、順番とか関係ない。自分のやりたいようにやるのがその順番や。それが順番や。とりあえず、エミリちゃんに告白しに行くんかな。こういう恋愛シミュレーションゲーム、僕あんまやったことないからね。セオリーとかわかんない。近っ。これ、攻略対象？これ、エミリちゃん？話す。チュッ。はい。今日で卒業だな。そうだな。よしき。さお、え、これ、八乙女か。お前と過ごした3年間、
悪くなかったぜ。あ、俺も悪くなかったぜ、よしき。お前と行ったカラオケとか、ゲーセンとか、楽しかったぜ。ところで、俺に何か用か？女の子の評価を下してくれるやつか。お助けキャラというか、相棒キャラか、こいつ、この恋愛ゲームの。ま、こんなところだな。教えて。あ、これエビちゃん？あなたへの気持ち大嫌いって言われてるけど、めっちゃ大嫌いって言われてるけど、エミリーちゃん、ちょっとギャルっぽいな、服装が。こういう恋愛ゲームの親友ポジションで何でもしてるよね。もうスリーサイズまで把握しとんの気持ち悪いよな。よしき、うわ、天音美月ちゃん、あなたの気持ち嫌いって書かれてるけど、天音美月ちゃん、髪の毛も右側見えへんやろね。右側の視界をずっと遮ってるやんね。テニス部言うてますよ、絶対右側から攻められるやん。あ、顔でかい。カリナじゃん。カリナじゃん、カリナじゃん。髪の毛が。そんな、そこの髪の毛なびくことある？文芸部。あ、ほんとかわいいやん。さよりちゃん。あ、普通やってさ、私への気持ち。パソコン部オタクなんかな？一番キーアイスだけどね。あ、ちょっと苦手かな。チアリーディング部。チアリーディング部って面白いんかね？楽しいんかな？誰かの応援してるから自分が主人公になれへんから、あんまりなんか楽しみ方がわからんってことないんだよね。まあ、やったことないからなんとも言えへんけどさ。虹崎亜美ちゃん。部活やってへん。読書が趣味。終わりにはツインテーラーやんな。こういうなんかクール系読書好きキャラはロングストレートみたいなね。黒髪ロングのイメージあるけど。多いな、キャラ。鈴鹿彩香じゃん。水泳部。はぁ。顔だいぶ焼けてるね。焼けてるっていうかすっごい灰色やね。水泳のやりすぎてちょっと水分不足なんかね。多いな、キャラ。e スポーツ部、e スポーツ部なんてあんの？日本のくせに？日本かどうか知らんけどさ。趣味ゲーム配信までしてる。すでに大人気配信者だったりするんかね。キャラ、おいおい、ちょっと見えかけたぞ、見えかけたぞ。はい！パンツかと思ったら、これ、ここのね、上着の色か。桜崎まきなちゃん。もう無所属多いね。クラシック鑑賞、気取ってるね。あ、好きやって、この人。僕のこと好きやねんて。ね、エミリちゃん攻略対象なんやろ今。まきりちゃん攻略に変えた方がええんちゃう？最終日にして。OK。とりあえず、今、まきなちゃんが僕のこと好きってことは分かりました。ありがとう、よしき。お前のことも好きやで。チュ。あ、チュ、行き過ぎた。チュ。わあ、もう名前覚えてへんわ。この人敵するってことはわかる。あ、なんか、コンビニとかの可愛いな。あ、3D のグラフィック結構いいんじゃない？顔でかすぎじゃないとは思うけど。こんにちは。フルボイスこれ。慣れ慣れしく話しかけないでくれる？ここは卒業式ですよ。一度、自分の顔を見直してくれることをおすすめするわ。あなたは自分の髪の毛見直した方がいいで。それでテニスは無理やんで。なんで今の指。こんにちは。猫耳や。え、急に以外にどうやって話しかけんのじゃあ。それを教えてくれよ。急にじゃない話しかけ方ってあるんですか、みおちゃん。わかりました。こんにちは。卒業式にまで君に話しかけられるなんてついてないな。毎日話しかけてんのかな。それはうざいな。ちょっと今忙しいからまたね。あ、この子なんか可愛いな。これ立ってんの見るとみんな可愛く見えてきたわ。なあ、よしき、お前のことも可愛いと思ってんぞ、僕は。チュ。はいはい。あれ、僕の推しって誰やったっけ？忘れたわ。今ちょっとね、君とは話したくない気分なんだ。あ、そうな、僕もやわ。じゃあね。こんにちは。話しかけられると困ります。あ、僕のことが好きすぎて、アミちゃん。これ以上あなたを好きになりたくないってか？あ、好きすぎて、好きすぎて頭痛いの？あるある。こんにちは、何してんの？何？わざわざ立ってくれた。今忙しいの。また後でね。ね、わかるわかる。僕もね、僕も学生時代の時にね、ちょっと忙しいから話しかけんといてって言うてたわ。それやな。どう言ったらいいの？ローグライクゲームって聞いたんやけどさ。え？この鐘鳴らしながら告白したら、結婚できるみたいな伝説ありそう。なんやこれ。ならせへん。一応ね、ホラーゲームっぽい感じのはずなんよね。全然そんな要素ないね。
今ちょっと唐突なネタバレかました気するけどさ、ストアページ見た感じでは、ホラーゲームっぽい。学校探索しながらアイテム集めて、戦闘もあるぜ、みたいな感じやった気がすんねんけど。そんな要素今のところないな。ゲームを終了する。いやいや、ゲームをクリアしなければ。どっちや。あ、いやいやいや。あ、これが今、攻略対象とかメインヒロインかな。こんにちは。先輩、卒業おめでとうございます。ありがとう、後輩。もう、ちょっと髪の毛染めなめたわいで。これからは私につきまとうのやめてくださいね。おう、わかった。つきまとわへんわ。寂しくなったも知らんぞ。じゃあ、さよならです。さよなら。ちゃんと敬語使えるところは好感持てるね。お、ゲームデータ保存。ちょっとセーブしとくか。よし、じゃあ、メインヒロイン話しかけよう。こんにちは。だから急に以外にどうしたらええんですか。じゃあ一緒に話してるところ友達に見られると恥ずかしいし、じゃあ友達なくしたろか。それじゃあさようなら。さようなら。ゆめちゃん意外ときついな。もうちょっと優しい子やと思ったわ。あれ、もうどこも行けなくない、行けなくなくない。よしき、お、どうした。ちょっと一番好感度高い子はマキナちゃんやね。マキナちゃん、マキナちゃんどれや。マキナちゃんに告白できるんじゃね。マキナちゃんがいい日。え、ここで詰まることはないやろ。これはゲームが不親切すぎるでしょう。ドキドキスクールデイズ。なんもドキドキせんわ。こんなに難しいか、ボブゲーム。難易度ハードってそういうこと。待って、難易度ハードにも限度があるって全然わからん。そうね、どうしたこんなところだな。欲しいもの小説、エミリちゃん欲しいもの小説。小説どっか押してん。あ、なんかあんじゃん。めっちゃ見逃してたわ。あれ、机の上に手紙があるぞ。屋上のベルの下で待ってます。誰からだろう。とりあえず、屋上行ってみるか。おきおき、あいつはね、唯一僕に好感が高いじゃない。あいつだけ姿見せてへんもんね。名前何やったっけ。お名前覚えられきせへんわ。マキナちゃんね。武者族、クラシック鑑賞が好き。欲しいもんなし。はい、マキナちゃん。今、あなたの気持ちに応えます。来た来た、マキナちゃん、やっと会えた。お、下からのアングル。お、もう顔ほとってますよ。急に呼び出したりして、ごめんね。いいよ。いいよ。どうしたの。君にどうしても伝えたいことがあるの。ほう、伝えたいこと。私、君と過ごした日々をただの思い出にしたくない。はい。これからもずっと君と一緒にいたいんだ。マジか。マキナちゃん、頭のなんかそのアクセサリー気になるわ。それ何のためにしてんの。それって。卒業してからもずっとそばにいてください。高校生が何言うてんねん急にこんなこと伝えてごめんね。ちょ、急にはやめてください。この世界、急に話しかけるのちょっとご法度らしいから。迷惑だったよ、ま、そんなことはないよ。悪い気はせん。俺もマキナのことが。おいおい、主人公エミリちゃんのこと忘れたんか。ちゃんと気持ちを伝えてよかった。おめでとう。ねえ、知ってる、この学校の伝説は。知らん。今日だいたい察してるよ。頭上のあれやろ、ベル鳴らすんでしょ。どうせ屋上のベルの下で結ばれた二人は、ああ、永遠に離れることはないっていう。めっちゃありがちやん。これからも二人は永遠に一緒だね。とわにね。おお、主人公ピアス。解釈違い。こんな感情移入できひんって。ベル鳴らせよ。フィン、ファイン。ということで、ね、ありがとうございます。プレイ時間はまさかの24分。なかなか単発としてもそこそこ時間かけてこのゲームやりました。いや、何よりね、探索がきついゲームやったな。ちょっとね、マキナちゃんがどこにいるかね、めっちゃわかりにくかった。てか、手紙がね、見つけられるんだからね、僕の範囲かと思いますね。いや、非常に難しいゲームでした。ありがとうございます。株式会社パンチャンソフトさん。とてもね、グラフィックが綺麗で、可愛いキャラが多くてね。
まあちょっと好感度上げるのは難しいかなって感じだったけど、まあそれぐらい難易度のが僕はちょっとモールってものがあるんでね、非常に楽しませていただきました。今までね、何十年もスチームでいろんなゲームやってきたけど、こんなに感動したゲームはあんまりなかったと。早くゲームやらしてくれよ。前置きでめっちゃやってしまったやんけ。ヒロインのエミリーちゃんを攻略したかったけど、まだメーターが足りなかったか。ま、今回はサブキャラのマキナを攻略できただけでもよしとするか。だいぶゲーム下手やな。こういうゲームってメインヒロインが一番落としやすいんじゃないの？大嫌いっていう評価でしたよ。次はメインヒロインを攻略してやるぞ。今のストーリーを知ることで、これからなんかあるんかな？なんでこんなラストからやらせたんやろ、このゲームは。処理が正常に実行できませんでした。この画面が何度も表示される場合は、ゲームデータが破損している可能性があります。サポートセンターへご連絡ください。おう。あれ？おかしいな。なんでエラーが出るんだ？こんなオンラインで繋がってるゲームな。バグってるのか？マキナちゃんが怒ってるんじゃ？私と結ばれたはずやのに別の女に目移りしようとしてるみたいな。おぉ。ラブラブ。スクールデイズ。嘘つき。あ、ほら、ありがちありがち、ヤンデレゲームやりがちやん。君は、私を消そうとするんだね。まあね、ゲームやからね。教えたよね。この学校の伝説を。はい。屋上のベルの下で結ばれた二人は、永遠に離れることはないっていう伝説。ね。でもお互い、あの後家帰ったの？離れちゃってるやん。そういう物理的に離れるのは大きなんですか？二人は永遠に一緒なんだから。とはにね。君が裏切るなら、私があなたを消してあげる！じゃあね、僕が裏切るなら、裏切られても私は信じるってそこから言ってくれよ。お互いが裏切ってしまったらもうそれ完全にこと切れてしまうって関係が。諦めんなよ。裏切られたぐらいで諦めんなよ。マキナー。マキナー。これ、マキナちゃん的だな。てか、名前マキナちゃんやったっけ？うろぼやねんけど。あ、イケメン。コマーさんと似てる。ピアスしてることだけがマイナスや。うわ。さあ、始まりました。こっからゲームが本格的に始まるのかな？明らかにしたなんかアイテムね、どんどん拾ってくださいよ、みたいな感じになっていいけど、ちょっと全ての付けをしっかり調べる。もう僕はラブレターを逃さない。ほーら、見逃さへんだぞ。授業デート改造メモ。授業のデータを改造することに成功。NPC の行動は授業内容によって制御されてるみたい。とりあえず、私専用にデータを改造してみたので、メモメモ。音楽の時間、BGM を私の好きなクラシックに変動してみた。物理の時間、足音をなくしてみた。科学、私のマテリアルを変更するようにしてみた。スケスケ、ジェーノにずっと走れるようにしてみた。このマキナちゃんがいじったってことやんな。じゃあマキナちゃんが敵なんかな。他のヒロインたちも多分いると思うから、そいつは助けながらマキナちゃんを倒すって話になるんかな。これ。インベントリアイテム。これ。矢印くん。設置するとマップに矢印が表示されるようになる。マップは広いので目印として活用しよう。うわ、そんな探索系なん。隠れるとかあるんや。そういう感じね。追われる系な。結構真面目なホラーゲームです。そんな感じです。右上でミニマップ出てる。だいぶ、音でかい。大丈夫ですか？大丈夫？あ、マキナ、やめろ。お前、クラスメートじゃなかったんか。大丈夫か、モモカちゃん。今のは、マキナ？モモカ、大丈夫か？モモカ、名前やってる？調べる？どこ調べてんのこれ？パンツ？ももかちゃん、見えへんわ。返事がない。データが完全に破壊されてるようだ。助けられへんの？なんてこった。よくもももかを。迷わないように黒板に目印をつけて行動するか。チェック済み、うん。チェックポイントってことかな。この矢印は使わへんの？どうやって使う？下にこれどうやって使う？
あ、マップてか、え、ちょっと待って、マップにもう死体が描されてんねんけど。マップにもう、これ、多分主要人物死体やんな。あの人マーク。トイレのマークちゃうよな。もうネタバレされちゃったやん、とこで人が死んでるか。読んでね、リードミー。ゲームの遊び方、ラブラブスクールデイズを遊んでくれてありがとう。それじゃあこのゲームの遊び方を説明するね。まずはマップを探索して以下のアイテムを探してね。ロック解除ツール、CD ロム、グラフィックボード、ピンクの液体。何やピンクの液体って、青い液体。ちょっとエッチな液体があるんですね。アイテムが見つかったら美術室へ GO! 万力があるからそれで以下のアイテムをスクラップしてね。ロック解除ツール、CD ロム、グラフィックボード。CD ロムとグラフィックボールをとりあえず破壊したらいいよね。拾って。君が忘れないようにミッションデータを更新しておくね。その他のアイテムをデバッグ用アイテムだから捨ててしまって大丈夫。それじゃあゲームクラブ出して頑張ろう。その他はデバッグ用のアイテムだから。この矢印とかってもしかして使うことってあんのか？頼むお邪魔アイテムだったりする？そんなことはない？放課後。バグってるから、この、バグって表示にしとんのかな？エビリちゃんが。どっち行ったらええんやろ。探索ゲーなわけね。お、チェックチェック。ちょいちょいチェックがあるってことはね、なんか意外と死んじゃうんじゃないかと思うな。即死トラップとかあるんじゃないって思う。今なんかガチャッと年いんだ。気のせい？気のせいですか？ほら、今なんかガチャッとしたよね。こんにちは。よしき、何やってんだよこんなところで。返事がない。データが破損しているようだ。よしき、許せねえ、あの女、俺のダチを。では出てこいや。俺はこのボケをこしたらボケ。この野獣食らえ。はい、あ、すいません、動画撮影してます。あ、やめて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 、それそれだけやめてください。バンされちゃうバンされちゃう。避けて、もっと避けて。あー、危ない。あ、お茶目、お茶目さん。でも盗撮してる君が悪いんだね。それはちょっと申し訳ない、ごめんなさい。驚かせたお詫びに私が代わりに言っといてあげる。はい。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。あ、そういうのしないんですよ。あ、ごめんごめん、大丈夫大丈夫。チャス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 。おお、白ですね。あ、かわいいかわいいかわいい。え、今のライフゲージってことか。立冬台セーブしたところから、チェックポイントからかな。今のってさ、僕は OBS 回してるから、それに反応してくれたんかな？こっから？嘘？黒板のチェックポイント何やってんの？チェック済みってこれもしかしてただの道しるべだから、マジで。じゃあマジで、じゃあこの、今僕の持ってる矢印マジでいらんやんけ。これ何使うねんよ。矢印置けへんし。何ボタンや？エンターが。設置するとマップに矢印が表示されるようになる。マッパー拾うので目印として活用しよう。いや、設置できんね。設置の仕方教えてくれよ。単純にこれ最初からやり出すとなかなかきついな。ハードモードやからかな。ライフの減り的にはさ、くな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 。来てる？来てる？来てる？何笑ってんねん。隠れろ！セーフか、セーフか、セーフか。かわいい。かわいい。なんでやねん。背後取るか、背後取って。ああ、やめて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 。ボキ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 。いや、このダメージ量ハートモードっぽいな。バカじゃねえ、バカお前らが。ちょっととりあえず、ヨシキのいたところ行きたいね。あ、ちょっとね、これランダムや。マップランダムや、多分。あ、これランダムマップや。ヨシキいた場所。さっきとマップが違うもん。ヨシキ、こちらかいいぞ。大丈夫か？カレン、カレン大丈夫か？返事がない。データ完全破壊されてるようだ。こいつだと喋れんのかな。みつきちゃんね。わきなちゃんが暴走してしまった。恋のライバルをすべて消し去りたいみたい。学校のマップも改造されて男女のようになってしまってる。私は壊されるのは嫌。絶対ここから逃げ延びてやる。いや、助けられへんのかな。せっかくこのキャラたちもボイスあるんやからさ、助けられたのは面白いのにね。復活とかさせられへんのかな。なんかデータ修復して。意外となんか斬新というか、やろうとしてること斬新なゲームやね。楽譜。なんでしょう、これは。
何かの楽曲が記載されている譜面のようだ。ピアノがあれば演奏できるかもしれない。はい。隠れてるつもりはなかったです。ごめんなさい。早く開けて。閉じて、ああ、閉じてほしかったです。ライ。あれ、コマさん下手すぎでは。やれやれ、そろそろ本気で行くか。